さあ皆さん、環境情報学部行ってみたいと思います。皆さん、本日の全体像ですが、段落は8個。そして皆さん、設問形式はですね、皆さんご存知の通り、空小10問題と読解問題でございます。田辺さん、これをちょっと全部やってしまうとですね、視聴時間がもうかなり長くなってしまって、皆さん、ご覧いただけないという可能性がございます。ので、皆さん、空小10問題10問ですね。これ行ってみたいと思います。で、皆さん、空小10問題と言われたら、これですよね。知識。つまり、文法とか熟語の知識で解く問題と、内容把握問題ですよね。2つに分かれております。で、皆さん、この R のところはもう、知識を知ってるかどうかだけでございますので、話は早いんですが、やはり皆さん、苦戦しそうなのはこっちですよね。内容把握問題ということです。ただ皆さん、やり方は、基本はこれですよね。言い換えを探しましょうね、ということでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん、形容のこの空所のところに、選択肢3つ書かれておりますが、皆さん、この3つ見ててもですね、多分答えが出ないんですよね。おそらく、空所の左側とか、右側を見てですね、仮に例えば、この辺りに矢田と書いてあって、これですよね。選択肢の中に皆さん、矢立ちという表現があったら、選択肢の2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、なんで2番が正解ですかと言われたら、皆さん、この本文中の表現とですね、選択肢眺めていただいて、皆さん、これですよね。言い換え可能だなというふうに判断したからこそ、正解が確実に決まるということでございますので、ちょっと皆さん、このあたりを意識しながらですね、頑張っていただきましょう。すみません、設問の指示と第一段落でございます。一読をお願いいたします。すみません、続いて第二段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後、この空欄31番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最大のヒントはこの左側のソーシャルアニマルズ、社交的な動物、これが最大のヒントではないかなという感じがいたします。で、皆さん、その社交的ということは、皆さん、これですね、オーダー、秩序。秩序をどういうような状況にすれば社交的と言えるのか、そのあたり考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ソーシャル、社交的ということですが、皆さん、これ人間に当てはめていただけるとよくわかるかと思います。つまり、人と人とがコミュニケーションを取りながらうまく生きている状況ですよね。で、それで皆さん、一つずついきますが、まず一番インボディですね。で、具現化する、具体化するという意味でよろしかったかと思いますが、皆さん、具現化するものは頭の中にある考え、思想ですよね。ですが、今回は皆さん、目的をオーダー、秩序ということでございますので、具現化は×ですね。で、皆さん、3番、イラディケイトは根絶するということですが、皆さん、秩序を根絶してしまったらソーシャルにならないですよね。ですから2番が正解でよろしいかと思います。もちろん、エスタブリッシュオーダー、秩序を確立できたら、人と人、今回は動物ですが、うまくコミュニケーションを取りながら生きていけますよね。ですから2番でバッチリです。で、皆さん、続いて32番お願いします。で、もちろん1番はインフィッチですので、関係代名詞、当然左側の先行詞ですよね、シナリオ、これにかかってきそうですね。で、2番はインザットですから、うんたらかんたらという点において、で、3番はインソーファーアズですから、うんたらかんたらという範囲内においてですよね。で、もちろんそのシナリオにあがついておりますので、初めて出てきた情報ということでよろしいかと思います。ですから、初めて出てきた単語、情報、シナリオって言われても、どういうシナリオなのかがわからないですよね。ですから、皆さん、この三角括弧で書きましたが、右側からこの左側に説明をかける必要性がありますよね。ですから、空欄の右側は There is not enough room…… 点点点ということで、十分な必要最低限の余地空間がないですよ、というシナリオという感じでつなげていただきますと、シナリオを具体的に説明できてますよね。ですから、そういう働きができるのは関係代名詞でございますので、1番が正解です。
でもちろん2番とか3番は単なる副詞でございますので、左側の名詞にかけることはできないですね。で、皆さん続いての段落でございます。今度はこの空欄33番お願いします。で、皆さんこれはホワイトボードを使って説明しますね。さあ、皆さん該当箇所をちょっと抜き出してみました。では、この空所の左側と右側でございます。では一つずつまずいきますが、もし選択肢の2番オールスを入れたらどうなるのかということなんですが、まずこれですかね、 A だけではなく B も点点点という熟語を皆さんご存知かと思います。 Not only A but also B ですよね。そして皆さん、この but のところは今日も書かれておりますがセミコロンですね、これと代用することができるんですね。ですからこの形がまあ正しい形でいけるのかなと思うんですが、皆さん not、セミコロン、そして2番 also 入れたらって感じですよね。皆さんもちろん only があればいけるんですが、皆さんこれは only なさそうですよね。ですから形が成立しないので2番は×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて選択肢の3番、 even を入れたらどうなるのか言ってみたいと思います。で、皆さん、これで even more点点点でございますので、皆さん、比較級の強調ですよね。ちょっと皆さん、下の例文ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、皆さん、伊藤さんは play the piano quite well。まあ、ピアノ上手いと。で、なんだけども、see things even better ということで、なんか、歌はもっと上手いということですね。ですから、比較級の強調というのは、皆さんもう見ての通りですね。この前半の内容、それにさらに輪をかけて、情報を上乗せしているという話でございます。ですから、前半が皆さんこれ肯定であれば、皆さん後半も肯定ですよね。で、もちろんこれは、前半が否定であれば、後半も否定という感じでよろしいかと思いますが、こういう感じで皆さん一貫性があるというのはまず大前提になってきます。で、じゃあ今日の文章、どうなってますかっていうと、もう見ての通りでございます。前半は want で否定。で、後半は肯定でございますので、否定、肯定、一貫性が、ということですね。ですから、その中で皆さん、even more、点点点を使うことはできませんので、3番もダメそうですね。ということで皆さん、正解は1番の simply ということでよろしいかと思います。ただ皆さん本当に大丈夫なのか、というところなんですが、まあ、もちろん意味を考えていただいてもよろしいでしょうし、それぞれ皆さん言い換えがしっかり成り立ってるんですよね。で、例えば皆さん空所の左側、they。もちろんその手前の複数名詞でございますので、皆さん winners を指して they ということでよろしいかと思います。で、その勝者 winners がその手前戻していただきますと winnermice ということですね。ですから勝者つながりでしっかり皆さん空所のところまでたどり着いております。そして皆さんこの一番先頭を見ていただけるとよくわかるかと思いますが、これですね、 more pushes ということで比較級、それが皆さんこの空所の右側 more 点点点 aggressive ということで比較級つながりで皆さんしっかり言い換えられております。で、あと皆さんもう近くで囲いましたので、もうすぐわかるかと思いますが、皆さん、副詞でございますし、もちろん意味内容的にもですね、significant には強調。そして、simply もただ、うんたらかんたらだけということで、皆さんやっぱり強調の一種ですからね。ですから、強調という点で、つながりがしっかり書かれておりますので、1番で問題ないかと思います。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、一読していただいた後、まずは34番、お願いします。で、皆さん、これは最大のヒントは空手の左側のスティミュレーションかと思います。つまり、刺激をしたら、皆さん、アクティビティ、活動がどうなるのかを考えていただけるとよろしいかと思います。まずは1番ですが、ライド。乗るということですよね。これだと馬に乗るとか車に乗るという話になってしまいますね。で、あとは皆さん2番トリガーであれば引き起こす、呼び起こす。で、3番コンセラーは熟考するですよね。で、皆さんどちらが刺激と言い換え可能なのかと考えていただけるといけそうですね。もちろん正解は2番ですよね。トリガー、引き起こすと。ですから脳を刺激することによって活動ですよね。神経活動が活発になるわけですから、引き起こす、誘発するという2番でバッチリです。サミさん、続いて今度は35番お願いします。
で、まず皆さん1番のアンフォーチュネイトリーですが、皆さんこれがもし正解だったら後ろマイナスの内容になるはずですよね。ですが皆さん勝利する話が書かれておりますので1番は×ということでよろしいかと思います。で、続いて2番ですが、もしこれが正解だとしたらこのルーザーマウスが全ての競争にほぼ勝つということがあらかじめ予測されているという話ですが、この前半読んでいただいてもそのような話はないですよね。ですから予想通りとは言えないはずです。ですから正解は3番ですよね。イミディトリー、すぐにということでございますので、すぐにうにゃうにゃし始めたということで意味内容バッチリです。で、ちなみにこのシャブはさすがに分かんなくていいかと思いますが、強く押すという意味の動詞ですからね。さみさん、続いての段落でございます。今度はクナ36番お願いします。皆さん、これはセカンドという表現がございますのでいけそうですね。もちろん正解は2番ですよね。ですから皆さん、セカンドがあるということは皆さんファーストがあるということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて空欄37番お願いします。で、皆さん、これは時制がヒントになってるんじゃないかという感じがしますが、皆さんメイクス現在時制の中で助動詞の過去が使われてますよね。これが一体何なのかを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、こうやって時制が違う場合、この助動詞が示しているのは仮定ですよね。つまり多分こうだろうという可能性を表しているんですよね。ですから、その可能性、多分こうだろうという話になっているのは3番ですよね。それでは続いての段落でございます。今度は38番お願いします。デビさん、これは空所の左側ウィナーとか右側ビクトリー、勝利ですよね。これの言い換えが見つかりますよね。ですから正解は1番 Triumph、 大勝利ということでよろしいかと思います。で、ちなみに3番フルークはさすがにまあ試験中わからないかと思いますので、まあ保留になるかと思いますが、まぐれあたりという意味でございます。で、当然それはさすがに知る必要性、覚える必要もないかと思いますので、あくまで参考程度に聞いていただけるとよろしいかと思います。サミさん、ここで最後ですからね。まずは39番お願いします。で、ミス、まず1番アンダーカット、まあ、なんじゃこれって感じがしますが、まあ、カットでございますので切る話でしょうね。で、2番のアンダーウェルミングは、これ皆さん多分オーバーウェルム、圧倒的なの反対ではないかなという感じがいたします。で、3番アンダーラインは、これはまあ基盤となってくる、基礎を築くんですね。もしくは根底となっているという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、この3つのどれかの言い換えがあるかどうかですね。で、皆さん、空所の次の文章にエッセンシャリーがいますからね。ですから本質の話でございますとなってくると、皆さん、切る話とか圧倒的ではない話と言い換えは難しいですね。ですから正解は3番アンダーライング、根底、基盤でございますので、それはものの本質ですよね。ですから3番でよろしいかと思います。で、皆さん、最後はこの40番お願いします。で、皆さん、マウスがリラックスしている様子はなさそうですよね。で、おそらく皆さん2番のレレゲイとは試験中はわからないと思うんですよね。もし仮に追放するという意味が分かってたとしても、じゃあそれの言い換えがあるかというとちょっとなさそうですよね。ただ皆さん、意味が分かんなかったとしても、そのこの1番のリワイヤー、ワイヤー、これの言い換えは皆さん見つかってるんじゃないですか。もちろんこれですよね、コネクション、つながりということです。ですから、ワイヤーというのは線でつなぐわけですから、
つながりというところで皆さん言い換え可能ということで1番が正解です。さあ皆さんお疲れ様でございました。では空床重問題どうでしたか。まあ、得意不得意いろいろあるかと思いますが、まあ、苦手な生徒さんいらっしゃるかと思いますので、その方のためにはやはり、なるべくです、このやだちとスタディでは空床重問題、たくさん扱っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。